ウィリアム・ホイップル・ジュニアは、現在のアメリカ合衆国ニューハンプシャーの代表として、アメリカ独立宣言に署名した者の,の一人である。ホイップルは、メインのキタリーで生まれ、公立学校で教育を受けた後、船員になった。23歳までに船長になった。1759年、ニューハンプシャーのポーツマスで船を降り、兄弟との共同経営で商人として、身を立てた。 1770年から1771年の間のどの時点かで、いとこのキャサリンもファットと結婚した。1775年、住んでいた町の代表として植民地会議議員に選ばれた。1776年、ニューハンプシャーはイギリスに任命された政府を解散し、新たに植民地議会と執行委員会を再組織した。ホイップルは委員会委員となり、 安全委員会の委員を務め、また大陸会議代表にも選ばれてこの職を1779年まで務めた。この時にアメリカ独立宣言に署名した。1777年、ニューハンプシャー民兵隊の順庄に任命され、スティルウォーターとサラトガの戦いにおけるジョン・バーゴイン、将軍に対する遠征隊に参加して成功させた。 この作戦中に一個旅団を結成し指揮を取った。またロードアイランドの戦いでは別の旅団を指揮した。ホイップルの奴隷であるプリンスホイップルもホイップルに従って戦争に参加し、その後もずっと使えた。戦後、ニューハンプシャークに最高裁判所の賠席判事になった。心臓病を患い、巡回裁判のための旅行中に馬上で気を失い死んだ。 ニューハンプシャーのポーツマスにあるオールドノース墓地に埋葬された。1976年、アメリカ独立200周年祭に絡み、ホイップルの頭骨は地元の歴史協会によって移送された。ありがとうございます。